ニオブチタン合金はニオブとチタンの合金である。第二子超電導体として知られ、超電導磁石に広く使われている。低位温度は約10ケルビンである。1962年にアトミックスインターナショナル社の TG ベルリンコートと RR ヘイクはニオブチタン合金が高い臨界磁場と高い。 臨界電流密度を両立し、しかも価格が手頃で加工性にも優れることを見出した。ニオブチタン合金は、他の数多くの超電導体と比べても有用性が際立っていたことから、最も広く利用される超電導体の地位を確立した。ニオブチタン合金の最大臨界事情は、約15テスラで、最大で約10テスラまでの磁場を発生する超電導磁石を、 作ることができる。より強い磁場が必要な場合には、ニオブチタン合金より高性能だが高価で製造も難しいニオブスズが使われる。2014年には超電動体の市場規模は約50億ユーロに達したが、そのうち約80%はニオブチタン合金を主に採用する MRI 装置が占めている。アルゴンヌ国立研究所には、 直径4.8メートルで1.8テスラのジ場バを発生するニオブチタン合金製の超電導磁石を備えた泡箱が設けられている。フェルミ国立加速器研究所にあったテバトロン加速器のメインリングには約1000個のニオブチタン合金製超電導磁石が用いられていた。この超電導磁石には17トンのニオブチタン合金線を含む50トンの銅線が巻かれ、 動作温度 4.5K で最大4.5テスラの磁場を発生させていた。1999年にブルックヘブン国立研究所に設置されたリックには全長 3.8km の二重蓄積リングが設けられ、1740個の二チタ単合金製超電導磁石が発生する3.45テスラの磁場で14線を周回させている。セルンが運用している大型ハドロン。 衝突型加速機には1200トンの超電動線が使われており、そのうち470トンがニオブチタン合金である。動作温度は 1.9K で最大8.3テスラの磁場を発生させている。LHC の総極子磁石から引き出されたニオブチタン合金線国際宇宙ステーションに搭載されたアルファ磁気分光機にも液体ヘリウムで冷却される。 ニオブチタン合金製超電動磁石が使われていたが、後に常電動磁石に交換された。国際協力で建設されている核、融合磁小炉 i T e r のポロイダル、磁場コイルにもニオブチタン合金が使用されている。2008年には、試作コイルが動作電流5 2ペア、発生事情6.4テスラで安定動作を達成した。 ドイツのヘリカルが高く融合実験のベンデルシュタイン 7X にもニオブチタン合金製、超電導磁石が使われている。ありがとうございます。